山梨県が今夏から導入を検討している富士山の通行料について、原則一人2000円で調整していることが30日、関係者への取材で分かった。山頂付近の混雑や弾丸登山の抑制が目的で、道県側の5合目登山口吉田口にゲートを設置し、一人1000円の保全協力金任意とは別に徴収する。県は地元関係者などと調整した上で、2月の県議会に条例案を提出する方針。通行料は7月の山開きから適用される見通し。関係者によると、開山期間中7月9月上旬は午後4時から翌日午前3時までゲートを閉鎖し、1日の登山客が4000人を超えた場合も閉じる。山小屋宿泊者は通行規制の対象外になる。富士山は2013年に世界文化遺産に登録。山梨、静岡両県は翌14年、環境保全や登山者の安全対策に充てようと任意の協力金を導入した。山梨県が新たに導入する通行料は原則義務で、ゲートの維持や噴石落石から身を守るシェルターの設置などに充てられる。環境省によると、昨夏の富士山登山者数は約22万1000人で、新型コロナウイルス感染拡大前の19年とほぼ同水準だった。このうち吉田口からの登山者が6割を占めており、登山道で寝袋に入って仮眠するなどのマナー違反も見られた。地元の富士吉田市などは規制の必要性を訴えている。こういう決めるときにちゃんと罰則も並行して決めとけよな。性善説で物事進めるのは社会悪なんだよもはや。これよな。ゲートに出張交番の設置要請するとか警備員による実力抑止 OK とかにしないと現場だけ疲弊して大混乱起きるわ。1万でもいいよ。数年に一度行く程度しか行かないけど、もっと高くてもいい。2万円でも良いけどな。2000円じゃ安すぎる。うわ、もう静岡側からしか登らん。俺今年登る予定だからきっと思ったが富士宮ルートだから無料か。静岡側も規制を検討中。こっちはとりあえず夜間登山のみらしいけど。富士吉田口は2000円で、富士宮口や御殿場口はタダなのか？ 1 万円でいいんだよ。迷惑だから1人3万円ぐらい取った方がいいと思うぞ。わけど、旅館1泊台くらい取っても全然不思議じゃない。これやると閉山中に登ったり深夜に登る人が増えるだけじゃね。混雑対策という名目だからそれは万が一事故っても自己責任で問題ない。導入するなら静岡と同調して導入すべき。このままだと静岡側へ混雑が移るだけろ。また中途半端な金額やな。山を舐めるな。外人に聞いたら8000円くらいが最も多い意見とやってたな。日本は何でも安すぎるんだよ。サービスするならしっかり教えて金を取れよ。安すぎたかも。安すぎるは2万円で良いだろ。道中に自販機コンビニもよろしく。安すぎ。テーマパークだって入場だけで3000円はかかる時代なのに。富士宮ルートの方が距離短いからな。体力あるやつはこっちの方がいい。普通に保険料として徴収すれば良いのに。ヘリや人員を強制導入させる遭難救助料は50万円ぐらいで調整しよう。山小屋の人は反対してたな。そもそも誰がどこで徴収するんだという話。閉山しても勝手に入って勝手に遭難してるしな。なんで登るの？別に富士山に登ったからって自分が日本一になるわけでもないのに。SNS に上げて承認欲求満たすため。人数で制限しろよ完全予約制。静岡から登ればいいのか？アメリカの国立公園では徴収は当たり前だよ。日本は遅れてるな。ほんとそれな。外人からしたら10万でも安いやろうな。ならケーブルカー敷いてくれ。浅間神社が金取れば良い話だと思うけどな。南大山とか丹沢大山とか神社が事実上の入山料を取っているところはある。環境保護で協力金求める形もあり得るけど、富士山は文化遺産だからな。まあ日光や大山と比べて、文化遺産にしてはしょぼくねって気もするが。富士山に登るレジャーの料金としてはまだまだ激安だと思う。それより登山保険料を入れておけ。山小屋の予約を入山条件にしろよ。6合目くらいまで遊びに来てる観光客も結構いるけどそういう人たちからもかかるのかな？面倒くさいから山頂まで直通のバスとか出せばいいよ。高ければ裏ルート入山が増える。当然ながら対策費も増えるのでいいことなし。静岡ルートで行こう。金払うのは構わないけど、別にいつに登ってもよくね。深夜ゲート閉めれば山小屋の利益にはなるだろうけど。救助費用50万円ベッドヘリコプターは100万円。もう付け加えとけよ。そんな頻繁に利用するものでもないし1万取ってもいいと思うがな。支払ってるから賭場を荒らすやからも罰せられるように法整備込みで。1日4000人ってどんなもん。追い返される奴ら結構出てくる気がするが。現地まで行って追い返された人たちの受け皿とかどうなるんだろう。5合目とか麓の宿泊施設とか荒れそう。ここまで施設化するならウェブ予約番号がないとゲート入れませんとかにした方が効率的な気もするけど、そこまでやる気もないんだろうな。キャンプブームはもう完全に終わったらしいが、登山だけは廃れないよな。何が楽しいんだよ。レジャーなんだからディズニーランドや USJ と同じくらいでいいだろ。平日7000円、休日1万円くらいで。そのうちに京都や渋谷を散歩するのにも1万円かかるようになるのかな？しっかり金を取って富士山一帯ゴミだらけの悲惨な状況をなんとかしろ。遭難時の捜索救出費用は実費も追加してくれ。1万、2000円かと思ったら2000円だった。
2000円とか橋高めやと徴収で余計に混雑するんやないの。払いでゲート混雑するくらいのキャパが登山道にもないんで、そこはいいんだよ。道の人減らしが目的なんだから。通行料取ってるんだから救助に来いだのおかしなことになるし、16時以降に下山した人はどうすんの。2000円で混雑対策になるのか。月に何遍も登るみたいな山じゃねえんだから。やっぱり日本人としては富士山や京都とかには丸沼でに1回は行かなきゃいけないのかな。京都は言っとけ、富士山は下から見ればよい。そういえばスキーの方はお金がかかる娯楽だからって利用客が激減してるらしい。ペイペイでもいいのかな。なんで自然の恵みを金取るの。富士山が持たん時が来ているので、登山保険も強制加入で行けよ。救助にかかる1時間あたりの費用も明記して、それが保険適用になる旨を書いておけ。セットにすればいいよね。かけ捨て2000円は行きたいやつは別に全然構わんだろうな。人数制限の方で来シーズン騒動の予感。10万で帰ってきたら9万返すくらいでいいと思う。頂上でのご来光は、この上に登山中の大半が闇の中になってしまうので、7、8号目あたりのご来光がおすすめ。昨年行ったら1000円で木の焼き印のおされなキーホルダーもらったぞ。奥でも登る人は登る。っていうか料金よりも入山数制限の方が必要じゃないの。予約制にして。中途半端だな。払ってるんだからと正当化する理由に使われるのが目に見える。遭難救助は無料ではないよ。自治体にも夜がヘリ呼んだ場合は少なくとも20万以上請求される。保証金システムで行くならスキー場もやるべきだ。コース外で救助されたら当然没収で。混雑抑制が目的なら2000円じゃ意味ねえよ、桁が足りない。最低1万だな。100万の日を作って人数制限もありだよ。まあいいんじゃないですかね。365日あるんだぜ。年に何日かセレブの日も入れたらどうだ。1000万限定100人とか。建前では365日は開けてないんだが。12月30日1月3日までは10万でいいと思う。季節料金にした方がいいわな。山小屋予約必須にしとけ。そのうち他の山も金取るようになるよ。その次は川、海、森だけでなく、よその町に行くにも金がかかる時代になる。関所復活。富士山って登るとただの急半な砂利の駐車場みたいな景色だしね。遠くで見てる方がいいかもしれない。毎日登山している人には辛いな。あとはトレランで1日で数往復する人とか。まあ目先のたった1000円上がっただけってことじゃなくて、どうしてついに上がってしまったのかを考えないといけないな。お山登りさんはヒマラヤは100万単位で金取ってるんだから、もっと取ってもいいよな。混まないなら行きたいな。日本は特定の観光地に人が集まりすぎだとは思う。京都もだいぶひどいことになってるし。何でも金金、富士山登るにも金。こんな世の中おかしいだろ。2000円払えば富士山の好きなとこでキャンプしてバーベキューができるんだよね。ドライブ方法5回ぐらい5合目まで行ったことはあるけど、足で登ろうなんて気にはこれっぽっちもならなかった。商用的にどこかに委託できないもんかね。なんかもう自分がいつか登山やることもないな。山登る人がマナーの悪い集団ってイメージついちゃってて嫌だ。混雑する富士山校区なら穂高岳や槍ヶ岳に登った方が良くない。ヨーロッパアルプスみたいでほんと綺麗だし。富士山登山は富士五湖観光ついでだろ。下から見る分には神秘的だから、登山を楽しむのではなく登ることが目的。難易度が違うべさ。フィクションとかでプロの登山家をよく書きすぎたかもな。ああいう連中も目的達成第一で山にバンバンゴミ廃棄してるからな。散らかしてゴミだらけにするから。何に使われる金か明記しとかないとな。混雑緩和のためって言われても納得できない人もいるし。5合目にゲート作るのか。それなら漏れなく徴収できそうだな。オーストラリアのウルルのように実質登山禁止にしろよ。妥当な金額じゃない。安いと感じたら協力金出せばいいんだし、ふるさと納税にも応用できそうだな。一人につき1万円を払わせて、帰りにゴミを拾ってもらって、その量に応じてキャッシュバックすれば山も綺麗になって、一石二鳥。一人でも家族でも2000円にしてくれ。家族は住所が同じ人に限ることにして、協力金1000円だからトータル3000円か。もう登ることはないな。まあそういうやつを作るのが目的だからな。いい案ってことだな。ゲート以外から入るのいないのか。夜中でめちゃくちゃ寒いのに T シャツ姿で登ってた外国人に驚愕した。冬のマラソンでも正月の駅伝でもランニングシャツとか薄着でしょ。ガンガン登ってる最中は薄着でも全然平気。山頂についてもしくは途中でバテて休憩して真っ青な顔して震えてる薄着外人たくさんいたよ。山小屋に防寒着とかを販売したら売れると思うけどな。もっと高くして入山者数を絞り込むべきだ。それと軽装登山と弾丸登山も禁止にしてくれ。それだと富士山トレイルラン大会開催できなくなっちゃうじゃん。装備はスキルに応じるべき。ダイビングみたいにライセンス制でもいいかもな。エスカレーターつけてくれれば1万円払うわ。金払ったんだから山小屋やトイレ設備を改善しろって要求が出てくるだろ。夜空いてるだろうから俺は弾丸にしたんだよね。シェルターの設置に使うなら反対だな。環境破壊してどうする。集めた金で頂上のトイレを水洗にするとかできないのか。技術的に無理な話じゃないだろ。迷惑料とかもしっかりと徴収しろよ。サンダルで登山に来たとかで助けを求めるやつとかさ。入山料高いとむしろ弾丸増えるでしょ。エベレストの入山料ぐらいすればいいのに。
こんだけ上がり幅が少ないと額よりついに値上げされたことについて考えてみろってメッセージだよな。山登りにそんな機微あるか怪しいけど、ガチの山屋は富士山登るのあんまいないよ。あんなの観光地じゃん。人が多いの嫌だし。富士山登りたい人からすりゃ1万でも安いと思うがな。今までやってなかったんかいってのが感想だな。割と絶妙だと思う2000円は。富士山は唯一無二の山なんだから多分もっと高くても人は来ると思うけど。霊峰富士、もともと神聖な山だったのに、インバウンドで怪我されまくりだわ。この花の咲くやびめがかわいそう。誰が徴収するって？そんな権限あるのか？エベレストチョモランマみたいに20万くらいにしろよ。ちゃんと保全活動に使ってくれるなら全然安いよ。山梨県の私有地でもあるまいし、万円の徴収ならおそらく日本人は入山しないだろうね。俺らの時代は富士山5合目には何もなかったぞ。駐車場しかなかったのに今は観光地化してるやん。アンコールワットがあるカンボジアシェムリアップでも、遺跡群のエリアに入る際はビジターセンターによって40ドル払って数日間の有効期限付き顔写真入りパスを発行してもらわないと域内に入れない。面倒だけど整備すればいい。1日なら20ドルだよ。40ドルはおそらく3日間パス。よほどの遺跡好き以外は1日いや飽きる。ちょっと歩きたいって人からも取るのか。困るだろ。ゲート作るのなら6合目からにしろよ。ゲートがどんなもんなのかが気になる。シーズン中はバスじゃないといけないから麓の時点で帰省しないと。いやもっと言ったらその前後のスケジュールもあるからネットで見れるようにしないと。通行手形みたいなものもらえてそれ持ってないと頂上入れませんって形ならすり抜けできないな。午後4時閉鎖ってのも早すぎる。夏ならまだまだ明るい。山小屋まで歩いていける時間帯。静岡側から行きます。もっと取れよ。ゴミ拾いに給料出せ。いっそ2万円にしたら？この際、世界的なブランド化を目指そうず。毎日欠かさず2回登ってるおじいちゃんとかどうするだろう？服用しないといけなくなる。年間パスポートでも設定すればよいだろう。今でも、駐車料、バス代、協力金、で4000円以上かかる。この上2000円って高すぎ。こんな山他にないよ。気軽に行ける3500メートル級の山と思えばかなり安い。入山料を10万円くらいにして規制かける方がいい。他の山に行けばよいだろう。行かなきゃいいじゃん。エベレストは行かないけど富士山はいっぱい。お仏清掃料とか人を明確にすればいい。あと山小屋はビジホレベルに建て替えるべき。金取るとお客様として図に乗るからどうなのかな。人多すぎなのは実際そうだからな。もうちょっと取っても良いよ。山なんてどこからでも登れる。ゲートで金を徴収なんてできるの？デポジットも儲けとけ。富士山の保全費だけで10億超えてるだろうしな。日本一の山なんだからもっと取ってもいいよね。そのうち爆発するのになんで近づきたがるのかね。予約制にすりゃいいのに。日本一の山なのに山小屋が小さくない？入山制限が目的なんだろうから入山料を高くしないと制限できないわな。富士山本体に登るのではなくいかにして富士山を見るかが静岡山梨の登山のテーマ。御殿場口以外は値上げで。御殿場は空いてていいんだよな。これで素人が来たら遭難する前に心折れるはずだけどどうなるかな。富士山は登るより下から仰ぎ見る方が尊い。登るのやめて2、3日ふもとをぶらぶら観光して富士山眺める方が幸せ。年間パスポートはいくらですか？山登る連中はその程度で減らんやろ。減らしたいならもっと高くしないと。遭難した時にその金を当てるんか？ゴミをポイ捨てした時の罰則も設けろよ。富士山って山梨県のものだったんだ。世界遺産なんだからあんまり人間をずかずか入れるなよな。自然遺産じゃないから。どうせ金を払わず強行突破する奴が出てくる。去年言っとけばよかった。2000円も損する。吉田口登山道から登るのをやめるだけ。登山道を外せば OK。登山道以外を歩いてはダメという法律はない。ディズニーランドより少し安い8000円で OK。その金で登山可能な人数を増やせるように設備拡充したらいい。ゴミだらけなんだから10万くらい取って時給1万くらいで清掃員雇えばよいかもな。1万でも来るよ。山登りって結構金かかる趣味だしやってるやつも妥当だと思ってる。その代わりしっかり整備しろ。今度は金払ったんだからゴミくらい置いていってもいいだろ。みたいなやつが出てくるから、10万くらいにした方がいい。観光客なんてそんなものだ。京都の山上見たらわかるだろ。罰金制、持ち込み制限、保証金、登山保険の制度を立てればほぼ解決するな。6月まで雪残る場所があり7月山開き9月中閉山。9月に入れば土日でも混雑は減る。7、8月か土日はもっと高く設定すればいいけどね。富士山だけにしてほしいよ。気軽に登れなくなる。無料の時に登っててよかった。一番上の石持って帰ったから10センチは低くなってる。確実に登山するには、山小屋宿泊予約するといいのか。予約した日が台風だと登れない。安全登山の第一は、体調悪い時は行かない。第二は天候悪い時は行かない。だよ。予約しろってのは危険登山の推奨でしかない。ゴミとかすぐ捨てるしもっと取っていいよ。清掃とかすごい大変なんだし。早くケーブルカー作れよ。もし高尾さんで1人1000円取ったらすげえ儲かりそう。ゲート作って監視する人間配置して、有志鉄線で山囲うのか？静岡とすり合わせて同額にすべき、なんなら国が調整しろよ。静岡だけ3カ所も登山口をチェックしろってか？むしろ御殿場と須走口は常時開放するだろ。
性善説にこだわれば世界で生き残れない。これで効果なかったらいよいよ登山道全域に防カメ設置になりそうな流れ。やっと金取るのか。もっと取ってもいいぞ。だいたい富士山なんか登ってどうするんだよ。終わり。動画のご視聴ありがとうございました。